はい、皆さんこんにちは、ピカミックスです。エルデンリング、復帰してですね、レドゥビア編で、一周終わって、まあ、いろいろと振り返ってみたところ、まあ、初心者の方が、まあ、とりあえずこれやっておいた方がいいかなって思うものを、まあ、自分なりにちょっとまとめていきたいと思います。またちょっとレドゥビアで少し振り返っていくような感じですね。まあ、なので、まあ、ものによってはもう全然これやんなくていいやっていうものも存在したりするので、まあ、採用する採用しないはもうご自身の判断でやっていただければと思います。で、まずは導きの始まりですね。もうトレントは手に入れたところになります。で、まあ、いろいろやるにあたってやっぱりね、初心者はね、この初期ステータスだともうやっぱりきつすぎるんですよ。なのでやっぱり最初はね、多少レベルを上げて生命力を確保するところから始めていくのが良いと思います。で、ただレベルを上げるにあたってどうやってルーンを稼いでいくかなんですけれども、まあ、地図上のですね、まあ、右側の方がケイリットという地域になってまして、まあ、敵の強さ的には中盤以降の、まあ、強さになるのかな。なんだけれども、もう序盤ですぐ行けるので、まあ、まずはケイリット地方でいろいろと準備をする、安全かつ、まあ、多少効率よく準備できるようなところを紹介していきたいと思います。なのでまずはルーン稼ぎの狩り場ですね、一応2種類紹介していこうと思います。で、行き方なんですけれども、まずここに湖があって、その中の ここですね、ここに廃墟みたいなのがあるんですけど、そこから転送の罠にかかって、まあ、ケイリット地方に行く行き方をやっていきたいと思います。こっちの方ですね。で、馬呼んでいきます。まあ、通常通り、まあ、馬に乗ってせっせこせっせこ行くこともできるんですけれども、まあ、まずは転送門使っていきましょう。で、ちょっとだけ寄り道なんですけど、こっちの方に胆石があるんで、まあ、拾っておくと良いかな。さあ、このまま進んで、ここの廃墟ですね、竜に焼かれた廃墟のここに入り口があって、馬乗ってるとね、ちょっと頭が引っかかったりするんですよね。で、正面の扉ネズミがいるんで、まあ、さささっと行って、馬乗ってると開けられないんで、やってローリングして、だから僕開けて罠にかかる。で、これ攻撃食らったりするとね、死んだり、まあ、そもそも転送罠から軸が外れて罠にかからなかったりすることもあるんですけど、その場合はやり直してもらえれば全然大丈夫です。さあ、これで転送罠にかかって行き着く先がですね、サリアの結晶コードというところになります。ヒットポイント減ってるんで回復しましょう。で、ここに宝箱があって、まあ、正直これ使わないんですけど、まあ、目の前にあるんで拾っておいてもいいかな。使ったことないです。で、この家の出口から見て、まず右下行って、で、ひたすら右ですね。で、ここ左に行けるんですけど、ここから、そう、これが来るんだよね。ローリングして避けましょうっていうのをね、言おうとしたら遅かった。気を取り直して、これからもうなんかちょっとジグザグにローリングしてれば。痛い。さっきなんで一発で死んだんだろう。たまに耐えるんですよね、こうやって。で、ここさえ突破しちゃえば、ここに修復があるんで点火してちょっと回復しよう。で、この坑道の出口から出るとケイリットに着きます。ちょ、馬もう呼んじゃおう。エオニアの沼ですね。で、まあ、道順どうかなってっていうのはあるんだけど、俺結構そのまままっすぐ突っ走っちゃうんですよね。ルーンの子回収して、で、
まあ、ここら辺はひたすら走る。で、ここなんか蜂みてえなやつらがいるんですけど、ここのアイテムですね、これをね回収したいです。まずは無色の探石4とエオニアの蝶、別にエオニアの蝶はいいんですけど、無色の探石4が目当てですね。で、そのまま、まあ普通にまっすぐ行くとまたアイテム自体があって、ケイリンと入ってルーンのことをなんかよくわかんないです。で探石4が3つあるんですよね。これがねなかなか美味しいんじゃないかなと思います。で、また走っていって、で、そのまま行くとここに地図があるんで回収しましょう、ケイリット。で、あと一応ここに商人がいるんで話しかけると、あ、ここに商人がいるなっていうのが地図上でわかる。じゃあ地図を開いて次どこへ行くかっていうと、ここを目指します。ここら辺なので、道順的には、まあ、このまま道をこう下に下っていく形になります。こっちっすね。あそこに櫓みたいなのが見えると思うんですけど、前方にね、あれを目指していきます。で、ここに黄金の種子があるんで回収して、あとはこの道順をひたすら突っ走る。ここら辺の犬めちゃくちゃ強いんで、もうまずは全シカトっすね。少し緩急を入れながら。で、このアイテムは、まあ、正直道順なんで、テリチョウで、ここもジャンプしてまっすぐ行くと祝福があるんで、これに触れます。で、今戦闘が始まってるんですけど、要は犬と兵士が勝手に戦うんですよ。要はこれを利用して、まあ、ルーン稼ぎをすると、まあ、自分は安全なところから見てこうやってルーンが入っていくんで、だから効率的にはそんなにすげえいいかって言われたら別によくはないんですけれども、もう本当に安全にルーンが入ってくるんで突っ立ってるだけで、安全性第一ですね。まあ、まずはこれでちょっとルーンを稼ぐということになります。まあ、多少落ち着いてきたら祝福で休んで敵をリスポーンさせると、メリナちゃんが出てきた。で、あと多少リスクにはなるんですけれども、敵をね少し釣って痛い、まあ、戦わせるっていう感じですかね。右にいるあのカラス釣ってきてもいいんですけど、あれは相当難しいんで、まあ、ここの犬2体ですかね、この目の前を通り過ぎて気づかせて戦闘に参加させると。ここら辺はもう戦闘が始まってるんで突っ走っとけばとりあえず大丈夫です。あと暇があれば、あそこの上2体ですね、あの兵士倒すのもありなんですけど、初期捨てだと相当きついですので、また防寒に入って待ちましょう。というわけで6000ルーンくらい溜まったので生命力に振っていきましょう。まあ、まずは20くらいはやっぱり欲しいよね。で、さっきのところはまあ安全なんですけれども、やっぱり時給がねあんまりよろしくないので、もう少し時給のいいところで働きましょう。で、目指すはまたケイリットなんですけれども、まあ、道順的にはこっちに道が伸びてって、で、こっからまた右に道が伸びてってるじゃないですか。で、こっちからケイリットに行けるんで、今度どこら辺かな、地図的にはここら辺の方を目指していきます。じゃあ馬乗っていきましょう。で、あの巨人が降ってくるんで、ここはちょっと端っこの方で正面突破して、で、ここは正面が固い盾なんで
右側から行って、でここに黄金の種子があるんで回収して、でワンちゃんが降ってくるんで少し右側からで祝福の印が見えるんで祝福に入りましょう。これはワンちゃんが早かったか、始末する。さあそしてここにローデリカちゃんがいるんで話しておきましょう。まあ2、3回かな、これでもいいのかな。あとここにアイテムの石剣があるんで取っておきます。さあそしたらまた馬に乗って、で今度はここから道がこっちにつながっているんですよ。これなんだね、獣道的な感じ。こう草が生えているわけではなく、こう道が伸びてると。で敵はもう全スルーなんで、で回収して、でまたそうするとこっちに祝福が見えるんで、まあこれは触れておきましょう。中にね人がいるけど今のところは大丈夫です。別にあいつ来てんな。でそしたらまた道へ戻ります。でこっち、でこの関所みたいなところも通過して、あとこの橋のところに探石位置が2つあるんで一応取ってます。さあケイリットに入りまして、まずはここの祝福で、目の前に起こってるのなんだっけ、別に大したもんじゃなかった気がする。養成町で、お次目指すはですね、まあ、こっから見えるところっていう感じでいくと、あそこの前方の砦ですね。だ地図的にはほんとここら辺になるのかな、あの砦があるの。特にね道順っていう感じではないんですけど、こっから飛び降りて大丈夫、なんかちょっと自信がないんで少し段差になっているこっちの方に行こう。で正面の砦を目指して突っ走ります。であそこに緑の風船みたいなのが見えるんですけど、あそこが目印になりつつ、ここの右側に祝福があるんで、ここが拠点になります。なんか見つかってるっぽいな。うわ来てる犬、犬で、この犬はねこいつだと戦ってくれるんで、さっきみたいに任せよう。あ来てない犬、別にこれ戦わせるのが痛い目的ではないんだけど、ちょっと釣るのが難しいな。犬よ行け、なんとなく感染しよう。てかこの車こっちに来てね、もういいや。さあではここを拠点にですね、まずは馬に乗ります。で右側を突っ走ります。でここ左に行って崖の上に出るんですね。で崖の上に出たら
真下にこの風船くんがいるんで、これちょっと落下致命で倒します。これ一撃で倒せるんで、でそうすると爆発するんで、ちょっとローリングで素早く逃げましょう。ちょっと死体を巻き込むんで祝福に変えると、これをループしてルーンを稼いでいく方法になります。こっちの方が痛い操作は必要になるんですけれども、効率は全然いいです。で失敗ポイントとすれば、まあ、落下致命に失敗するときと爆発に巻き込まれて死んじゃうのと、まあ、兵士とちょっと戦ったりして負けちゃって死んじゃう感じですかね、まあ、そのくらいのちょっとリスクはあるんで。でここの兵士、まあ、巻き込んで倒すとアイテム的にね結構いいの落とすんですよ。胆石3とかあと盾とか今回はなんかしょぼかったけど、なので少し戦闘もしつつっていうのはありはありです。というわけでこれをループしてルーンを稼ぐ、まあ、最初はねこれが多分効率がいいと思って、ある程度生命力とかを確保したら、まあ、先へ進む感じがいいですね、まあ、生命力自分的には20まであればいいかなと思います。あとアイテムを少し稼ぎたいのであれば、まあ、もうちょっとアイテム稼ぎしつつ、まあ、ルーンも稼ぐというようなところで、まあ、やっていければ、まあ、効率はいいのかなという感じで、今回はケイリット地方ですね、序盤からできるルーン稼ぎ、2箇所を紹介しました。というわけで、また次回も別のですね、稼ぎをやっていきたいと思います。お疲れ様でした。